ターとお話の贈り物、ギターはおしゃべり。皆さんこんにちは。こんにちは。高橋由紀と篠原正史です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ギターはおしゃべりは毎週日曜日に YouTube にて最新動画を配信しています。ギターの楽しさをおしゃべりと演奏でお届けしていく番組です。はい、はい、ということで今回のテーマは、イーズナムジカフェスタね、もうそんな季節になってしまいました、はい、ね、はい、ということで今回もゲストの方にお越しいただいております、はい、ギタリストの中島晴美さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、ね、うん、ご覧になりますかね、こうイーズナムジカフェスタ、はい、これ特別仕様の手ぬぐい、はい、このね後ろのこの染めをやっていってくれる稲垣さんがね、はい、特別にあつらえてくれたので、はい、こちらも固い染めですね。ムジカフェスタに来てくださる方には、はい、これをお譲りできるという特典があるんですね。はい、はい、それともう一つ我々ね、こう、はい、今日はこう来てますけどちょっとね、はい、見ていただきますかね、はい、こう後ろに、はい、はい、後ろに絵が描かれてますね。はい、その作られた時によって柄も、はい、ちょっとずつ違いますね、はいはい、大きさ違うのは体のせいですかね、はい、そうですかね。いろいろサイズあります。139回のこの放送で、はい、去年のイズナの音楽祭の模様をねご覧いただけますけど、ちょっと去年の様子見ながら今年もどんなことあるのかをね、はい、お話ししたいと思います、はい、まずはちょっと、はい、一曲、はい、はい、オープニングの曲をお届けしたいと思います、はい、ベイボダ作曲ビアダルポルカです。どうぞ。いつもねこの曲からねもう音楽会はスタートっていうことで、うん、時々演奏メンバー変わったりするんですけども、はい、1曲目はこれって決めている、楽しいですね、曲なんですね、はい、はい、全曲聴きたい方はぜひまたいらしていただければと思います、はい、ちょっと講座の様子をね写真を紹介しながらちょっと見ていただきたいと思います、はい、はい、まず1枚目が、はい、はい、これまさにロビーコンサートね、うんうん、こう後ろのお花畑のお花がね美しくて、うん、綺麗ですね、はい、これがそんな時の、はい、様子ですね。いつもこの時期になるとこう咲くお花もあるっておっしゃってましたよね。で時々ね向こうの方も気遣ってね違うお花をねちゃんと植えといてくれたりして嬉しいですよね、はい、はい、これはコンサートやるロビーで全員合奏の練習をしているところですね、うん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 、ギターの人からリコーダー、はい、ね、オカリナ、もうピアノの方もですね、ガチェロも入って随分豪華なね、豪華ですね、ほとんどオーケストラみたいにね、はい、あれですね、はい、はい、次はまとめるのも大変そうですよね、うん、これはね去年はちょっと特別講座というのをね、はい、日比さんにやっていただきました、うんうんうん、装飾音というちょっと本格的な、はい、面白かったですよ ね、はい、お話ですけど時間がない、うんうん、足りないと言ってね、うん、ちょっと皆さんにねもっとやらないのかと言われたり好評でしたね、はいはい、これは参加者の皆さんがね、はい、参加する参加者コンサートという、うんうんうん、皆さん熱心ですよね、そう、もう熱心で熱心で ね、もうこれに命かけてるっていう方もいるんじゃないかなっていう感じですね。本当にたくさんの方が参加されますよね、うん、これはもうちょっと夜がね、はい、寝静まるかななんていう頃懇親会をちょっとこうみんなでね集まってなんていう時の様子ですね、はい、お酒飲んだり、うん、ともかくね
家に帰んなくていいんですから、こんな嬉しいことはこのままドア隔てるともうゴロッと寝れるっていう ね、贅沢な、本当に皆さんね、夜遅くまで拭いたりね、拭いたりしてますよ ね、うん、ね、あのお風呂入ってお風呂帰りで遭遇したり、うん、やっぱり同じ釜の飯を食うというね、そういう合宿のね面白さですよね、はい、はい、でさっきのちょっとロビンコンサートの様子映りました、1曲ちょっとそのロビンコンサートからね聞いていただきましょう、はいはい、ご覧ください。コンサートより1曲お届けいたしました、はい、なんか音楽祭っていうとね、はい、なんかゲストの演奏家が弾いて、うん、みんながそれ聞くだけみたいなの多いんですけど、このイーズナーの音楽祭はね、もう参加して、そう、参加した人が一緒にステージでよっていうのと、はい、それからやっぱりいろんな講座があってね、はい、あのね、もう先生方にね、いろいろやっていて、中島先生にはあのもう1回目からねご参加いただいてて、はい、あのアンサンブルのご指導をねお願いしています。あのギターのアンサンブルなんて、はい、どうですか皆さんの様子は。皆さん熱心で、うん、であの嬉しいことに、なんかアンサンブルをまたあの講座がありますかっていう問い合わせをいただいたり、うん、あの毎年ね、うん、あのどういう曲をあのちょうど3日間で仕上がるようなあの曲を選ぼうかなとか、ね、そうですよね、3日間で仕上げちゃうんですから、これもまたすごい話ですよね。あの長野の、うん、あの大きな市内の大きなホールで、ね、皆さん頑張ってくれてますよ ね、で割と
うまいですよね。もうありそうなんで、とっても、なんかね、締め切り迫ればなんとかみたいな、もう皆さんすごい集中力で。ありがたい、ね、楽しんでくださってます。あとリコーダーとかからオカリナからチェロ、ピアノ、フルートなんていうのもね、あの皆さんこう各部屋でもうコツコツと練習して、はい、そのね今お話の長野市内でうわっとやるんです。はい、写真にまたちょっと戻りたいと思いますがですね、はい、はい、こちらですね。さっきもちょっとこれは講師の先生も一緒ですけど、はい、あの参加者コンサートで珍しい楽器が出てます、うんうん、あの考えてみると講師の先生と一緒に舞台で演奏できるなんて、うんうん、なかなか贅沢な会なんですよね、はい、何気なくね皆さんねあのやってますけどね、いやありがたい、この場でこう組んでいきなりじゃあ一緒にお願いしますみたいなことで演奏されていますよね。そうですよね、うん、そうですよね、それとか、はい、あの初めに決まってる場合はね、うん、あの楽譜を、はい、あの送ってきたりね、うん、やってますけどね、あのさっきのアンサンブルの講座も先に楽譜をあのお送りするので、それでこうなんかもうやるぞっていう感じで来てくださる方も、うんうん、それからその時にそう、もういきなり、ね、覗いてみてやりたいなと思う人も、これはねその最後の日のね、はい、あの参加者コンサートに名乗りを上げた人の白板にねわっとこう書くんですけど ね、 これまだ途中なの。そうですね、うん、ここにどん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 と終わるのが11時過ぎてますかね。でこれはもうね、はい、終わるまでやりますと僕が宣言をしてう、ね、はい、もう最後までやりますよ。毎年その司会を最近やらせていただいてるんですけど、まだいっぱいいらっしゃるなみたいな、ね、私はいつお風呂に入るのだろうみたいな、途中であの変わっていただいたりもしてましたけど、ね、はい、これはねその市内で行われた、これは全員合奏、最後のね全員合奏の時の写真です、はい、本当にもうこれも講師と皆さんとね、はい、もう全員が入り乱れてという方はあれですけど、うん、ご一緒にこれは練習風景、リハーサルの風景をねちょっと、はい、でもね先生方はチェッとこうねドレスに身を包んで綺麗、ね、いらっしゃるのが見えますね、はい、はい、これがその本番の時のあれですかね、はい、これはねその139回の時にね、はい、あのこの時弾いたパッヘルベルのカノンはねお聴きいただけますのでぜひ聴いていただければと思います、はい、じゃあロビンコンサートからちょっともう一曲、はい、はい、それではロビーコンサートよりもう一曲お聴きください、はい、thank you.
ロビーコンサートより一曲お聴きいただきました。はい、ね、はい、素敵な曲ですね。素敵な、ね、素敵な曲でした。はい、素敵な曲でした、うん、はい。はい、写真にちょっと戻っていただくと、はい、あ、いきなり僕とゆきさんが、ね、はい、出てますね。これはあの最後の日のね、ファイナルコンサートの司会を ね、はい、あのゆきさんにしていただいて、はい、僕は多分これ皆さん全員合奏の前のね、そうですね、いろんなあのお話をしているシーンだと思います。はい、うんうんうん、このね、音楽祭のね、もう一つのね、はい、どれがメインイベントかわかりませんが、この写真を見てください。はい、これは ね、 綺麗ですね、女性講師陣のファッションショーなんですね。まあファッションショーというところがあるんですけど、舞台衣装、はい、でね、うん、あの誰が言い出したかね、まあ、記念だから撮りましょうって言ったら、うん、もうお客さんがね、みんなって、私も撮らせてくださいってこうね、あの、うん、もうまるでほらすごいでしょう。もうどんどん報道陣がどこにいるのかっていうような、でも本当に素敵なね、はい、あの衣装で、うん、あの僕も嬉しいですね。あの、はい、で男性もね、撮ろうかってね、はい、試みたことあるんですけどね、はい、もうあんまりつまんないんだよ、ね、もう誰が、割と暗めの色が多いからですかね、モノトーンでね期待してます。でいや、もうやっぱりこのカラーの美しさとね、皆さんのあれが、はい、まあ、なんといっても皆さんの笑顔が素敵な、ね、はい、あれです、楽しいですね、はい、今年は9月の15、はい、土曜日、16日曜日、17日祝日という、毎年いつもその祝日を絡んだ3連休ということでね、はい、やらせてもらってます。6月1日からホームページの方に入っていただくと、あの申し込みのあれがありますのでね、はい、ぜひそちらに入っていただきたいと思いますが、はい、ぜひあの、ね、講師の先生に直接お申し込みをね、はい、していただいても結構ですので、はい、ちなみにその申し込みは、はい、イーズナムジカフェスタで検索すると出てくる、はい、出てきます、ということですかね、はい、出てきますので、はい、ぜひよろしくお願いします。検索してみてください。はい、はい、それでは今週もお別れの時間となりました、はい、今回のゲストはギタリストの中島晴美さんでした。ありがとうございました。次回のギターはおしゃべりは来週日曜日に配信いたします。チャンネル登録をしていただきますと配信のお知らせが届きますので、皆さんぜひチャンネル登録をお願いします。はい、お願いします。これまでの放送も YouTube で全てご覧いただけます。検索ワードはギターはおしゃべりで、ぜひご覧ください、はい、よろしくお願いします。ホームページにも遊びに行っていただきますと、最初にドーンと最新動画が載ってますので、はい、そこからでもご覧いただけます、ね、はい、それでは今週も篠原さんの演奏でお別れです。また来週お会いいたしましょう。さよなら。